演武開演。どうも、本日はこちら一途な酵素と呼ばれるものを食べてみたいと思います。どんなのなんだろう。こんにゃくゼリーみたいですね。ではいただきます。名前の通りいろんな意味で一途ですね。プルプルまろやかでほんのり果物の風味があって美味しいです。でこの中には実に様々な成分が凝縮されていてとっても体にいいということですね。一途、どうやら腸に対して有効な成分がいっぱい入っているようです。さて、おすすめの食べ方まで載せてくれてます。嬉しいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。頑張ろう。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。